右向きだったハンドルが直進で走るようになると、非常にこんがらがりますよね。私もこんがらがります。マイナスドライバーでこちら側に数字が出ていないとイヤンテだ。松沢の下側から上側にセリ魚介ルパス。ハロー YouTube、 整備業界をぶっ壊す整備士グロムです。今回はこちらですね、ジムニー JB23 ステアリングのセンター合わせをやってみたいと思います。できるだけ皆さんにも、分かりやすいように伝えていこうと思いますので、ぜひですね、チャレンジしていただけると、ステアリングに関わるトラブル、ちょっと解消されるんじゃないかなと思っておりますので、それではやっていきましょう。まずなぜそういうことをするかってことなんですけども、大体ですね、足回りをいじくったことがあるような車両は結構あるトラブルだと思うんですが、ハンドルがですね、まっすぐ走ってるのに少しこうやって斜めになった状態になってしまうと、でよくありますよね。中にはよくある方もいらっしゃると思います。でこれですね、やっぱりどうしても曲がってるからって言って、アライメントを取っているアライメント専門店とかですね、持ってってお願いするって言った場合も結構ね、お金かかるんですよね。持ってく手間もかかるし、お金もかかるっていうことで、皆さんはですね、なるべくコスパのいい動画っていうものをお伝え していきたいなと思っておりますので、ぜひですね、チャレンジしてみていただけると嬉しいです。はい、それではですね、大体こう少し直線が出てきたので、ここで確認を取りたいなと。まっすぐ今走ってる状態で、ややっぱり右側に切れ気味なんですよ。でこの状態でも別に走行にはあんまり問題ないんですけども、実は悪さをする要因が2つあってですね、ABS が勝手に効いてしまうっていう謎の現象が起こるんですよ。でこれはまあ行き過ぎた例なんで、ただあったんです過去に僕が、整備した中で。これはジムニーではないんですが、違う車でハンドル切れた状態でまっすぐ走った状態だと突然 ABS がかかるといったような現象が起こるんですね。凍結路面でですね、ブレーキ踏むとカカカカカってなるじゃないですか。いや、あれが普通にまっすぐ走った状態でですよ、ハンドルが切れていながらもまっすぐ走った状態で軽くブレーキを踏むと ABS が効いてしまう、ガカガカガってなってしまうっていう、不具合があったりとかですね。あとは、ハンドルのブレが起こったりします。これちょっと違う動画でもお話しさせていただいたんですが、このシミ現象につながるようなことも起こってくるので、そこはですね、やっぱり直しておきたい、ローコストでできれば直しておきたいということで今この動画を撮っております。それでは大体、曲がった方向が分かったんですね。少し右に大体5度から10度の間ぐらいですかね、やや曲がってるって感じなんですけど、これを、直していきたいと思います。はい、それでですね、実際にこれを戻して、直していきたいと思います。使う工具こちらですね。はい、大きいモンチと大きいレンチと小さいレンチ、これ2種類と、あと潤滑ですねがあれば一応できます。そうですね、じゃあ実際にやっていきましょう。下を覗いてください。そうするとですね、見えますかね、このロッド、このロッドあるじゃないですか、今目の前に出てるこのロッドですね。このステアリング、こちらの、左フロントのナックルからですね、ここの、ピットマンアームって言われている、ステアリング切ってくれる部品ですね、この間からにつながっているこのロッド、これが、ハンドルのセンターを調整できるロッドとなっておりますですね。ジムにいじくってある車両だとこれが、意外にですね、物が変わってたりもする場合があるんですが、実際に、純正であれば、大体これで済んでしまうので、いざやってみましょう。まずはですね、こちら固定しているナックル、今ちょっともう分かりやすいように緩めてはしまってるんですけども、まずここ稼働する部分ですね、ロックナットなんですけども、ここの場所にですね、こうやって潤滑剤を塗ってください。こんな感じで、でこちら側
はい、こちらがもう同様に潤滑剤を塗ってください。でこれで少し放置しましょう。まあ、大体放置する時間は、約5分もしないうちに 1,2 分ぐらいでいいと思います。で 1,2 分経ったらですね、実際にこのロックナットを緩めていくんですが、ここはですね結構力かかっておりますので、こういう大きい方のモンキーでやっていきましょう。ちゃんとまあきっちりめにこうやって合わせてあげてですね。で、閉まってる方向がですね、あの右とか左とかっていうと非常に分かりにくい、多分頭こんがらがっちゃうんで、やりながらそれだといけないので、一応やり方としてはこっからですね、下から差し込んで、手前に引く、差し込んで手前に引く形です。で僕は今こうやってスッと軽くやってますけども、これもうすでに一回緩めてある状態なんで、こうやってスッと回ってますけど、回っていますが、本来めちゃくちゃ硬い場所なので、これですよ、思いっきりこううっって感じで引いてあげてください。で緩んだらばできるだけ手で、ある程度緩めておく、少しここの隙間を開けておくといいでしょう。はい、じゃあピットマンアームから伸びていた反対側を緩めたので、こちらがもう同様にですね、下側から差し込んで、手前に差し込んで手前に引くようにして回す、こうですね。もうこれすでに緩めてありますので、でこれまんま、緩められるとこまで手で回してください。はい、こんな感じですね。でこれで左右ともに、少し隙間ができたので、ここにもう一回潤滑剤をかけておきます。はい、こちら側も同様に隙間に、はい、潤滑剤をかけておいておきます。でここからようやく、メインのハンドルをセンターを調整する場所になってくるんですが、ここにですね溝が切ってあります。四角溝が切ってありますので、ここはまあ小さいレンチでも大丈夫だし、大きいレンチでも大丈夫です。まあ、どちらでもいいですね、どちらでもいいですけど、まあ、今回ちょっと分かりやすいように大きいレンチやりますか。大きいレンチで、回すんですが、さてですね、これをどちらに回せばハンドルがどう戻るかとかって結構分かりづらいんですよ。非常に分かりづらい。これ私やって、やり慣れていてもたまに、間違ってしまうってことがあるんですよね。先ほど、これ調整する前、ステアリングがどっちに傾いていたかっていうと、まあ、右側に少し傾いていたと思うんですよ。でこれちょっと説明するとすごく長くなっていくんであれなんですけども、結論から言うと、同じように先ほどこれを下から差し込んで手前に引く、このロックナットと同じように緩めた方向と同じ方向に手前に引くと、ステアリングが、右側だったものが、中心に戻ります。これちょっとこんがらがるんですよね。右側だった、右にハンドルが切れていたものが下から手前に引き上げると中心に戻ります。じゃあ逆に中心にあるものをさらに手前から、こちらですね、手前に持っていこうとすると、左にハンドルが回り始めます。これなぜかっていうとですね、ちょっとこれも難しいんですよ。ハンドル、簡単に言うと、これ引けば、左に切れていく、押す方向にしていくと右に切れていく、まあそんな感じです、わかりやすく言うと。ただこれ原理を説明するとちょっと長くなるんですけど、ですね、ハンドルが直進状態で走っている時にハンドルが右状態ってことは、ハンドル、そのハンドルの右状態を中心にすると少し左にハンドルが切れて左に進んでいくんですね。で左に切れ、そのハンドルが直進状態左に切れていってるものをもう少し右に寄せたいんですよ。で右に寄せれば中心になるんですよね。あのステアリングも直進走ってくれるようになるんですよ。でその走ってくれるためにすることがですね、このステアリングを調整する、ステアリングの向きを調整するもので、互いに狭む方向にしてあげれば
ハンドルが自然に右に切れるようになるんですよ。なのでこのロックナットと同じように下から上にねじ込んであげると、この両側がですねターンバックル式になってるんで、ギュッと内側に寄ってってくれる。そうするとハンドルが右に切れるので、右向きだったハンドルが直進で走るようになると、非常にこんがらがりますよね。私もこんがらがります。でこれジムニーだからこんなに簡単にですねできるんですよ。これ一つだけでできるんですけども、普通の車はこれがないんですよね。なくて奥側、これじゃちょっとないんですけど、左右別々で同じようなことをやらないといけないんですよ、乗用車って。でそっちだともう少し複雑になってしまうので、まあそれ今後取れれば取っていきたいなと思っております。で今回はちょっと先ほどですね、これで、まあ、分かりやすいように、ちょっとまた走って調整しますけども、これを下から上に上げることで、ハンドルが左に切れていくちょっと難しいですけど、下から上に上げることでハンドルが左に切れていくことになります。で今ちょっと結構バカみたいに動かしたんですけど、これちょっと乗って確認しましょう。もう一回ちょっとロックナットを、締め直しますね。また少し走行するんで、ここを軽く手締めでも大丈夫なんで締めてください。それでは先ほど調整した感じなんですけども、ちょっとさっきの大げさにやりました。しかもわざとずれるようにしました。調整する前はやや右にだいたい5度ぐらい切れてたのかなって感じだったんですけども、今度は、多分左に大きくずれていることになると思っております。それでちょっと走ってみますね。でもあからさまに左にずれてると思うので、そうですね、ほらこんな感じですね。もうあからさまですね、すぐ分かる。今直進ですけどこんな状態です。これをまた右側に戻していく作業をします。はい、それでは先ほど確認していただいた通りですね、ハンドルが今左側にだいたい20度ぐらい傾いてるんですかね、20度ぐらい傾いているので、それを右に戻していきます。まずは先ほど同様ですね、ロックナットを緩めてください。ロックナットは、下から上にですね、こっちからこうやって、モンキを差し込んだらば、下から上にこう回すように、緩めてください。先ほど同様、手で緩められるところまで緩めてください。はい、こちら側もですね、こちら側も同様に、下から上にですね、車両前方から見て下から上にこうやって回すようにしてください。はい、で最後にこの中心のですね、ここですね、この四角のところを差し込んで、手前から下から手前に引くと、先ほどみたいにハンドル左に切れてってしまいますんで、今度やることは逆です。逆ですね、逆なので、そうですね、上から手前から奥側にこんな感じで回していきます。でこれがですね、一発で終わらせようとしてもなかなか一発で決まらないことが、まあ、ほとんどですね、 90% 一発で決まらないと思っていただいて大丈夫です。のでだいたい回すときはですね、15度ずつぐらいですね、先ほど言ったように、まあ、こっから15度ぐらいなんで、本当にこっからこんぐらい、15度ぐらい、分かりますかね、この三角形定規、思い浮かべていただけると分かるんですけども、あの角度ですね、15度ぐらい、まあ30度ぐらいでも可能です。でも大体ここを大きく角度を変えてしまうと、また行ったり来たりを繰り返してしまうので、大体15度ぐらいを目安に回してみてください。そしたら今また回しましたので、ちょっと走行してみましょう。それではもう一回走行します。お、結構戻ったかな。まだまだ左に向いてますね。
ですね、まだ左に向いてます。なので再度調整していきましょう。再度調整いたしましたので、もう一度確認します。まあ、ちょうどですね、周回できるような、敷地内で撮っております。お、いい感じじゃないですか。明らかに変わりますよね。あ、でもちょっと左まだ向いてるかな。まだちょっと左向いてるので、もう少し調整いたします。さあ、再度調整しましたので、走行して確認します。分かりにくくなってきたっていうことは結構近づいてきてる。いいですね。いいですね。はい、でステアリングはですね、これで、大体まっすぐになったので、これから、また締め付けていきたいと思います。まだですね、外してきた時よりはですね、若干、やり方が変わります。これ締める時にずれるんですよ。そのずれが起きないようにやるためにですね、まずはですね、センター、先ほどこうやって回していたセンター、これごめんなさい、これ2箇所あります。回せるとこ2箇所あるんで、まあこちらでやります。ここがまずずれないようにしてください。ずれないようにこうやって固定します。そしたらこちらの、左右のロックナットですね。ちょっとわかりやすいようにこちらでやりますか。左右のロックナット、こちらと手締めしていたものなんですけども、締めるときは手前から奥へ押すようなイメージですね。こうからこうですね。このロックナットを締めるときは、手前から奥へ向かって押し込んでいくと締まるんですよね。なのでまずここ1、幅だけ調整していただいて、でここ真ん中のシャフトの部分はですね、ロッドの部分は動かないように固定してください。でここで軽くですね、締め込みます。ここでわかりますか、こう軽く締め込みます。駐車に動かないようにこっちのロックナットを軽く締め込むんですけども、ほんのちょっとですね、角度でいくと10度くらいキュッて角度を締め込みます。こっちも固定した状態ですね。で角度を調整してキュッと締め込んだらですね、このまんま、動かすのもいいんですけども、この手元の位置ありますよね。手元のここの位置、この角度、ここを覚えておいてください。ちゃんとこのまま締め込むとですね、ちょっとタイロットの方も一緒に回っていくんですよ。締め込むとですね、こう分かります、タイロット動くの分かりますか、こうやって
わかりますね、こうやって動くんですよね、タイロットが。で、もう手元の位置分からなくならないように位置を覚えてください。ちょっと難しいと思うんですけども、大体僕こっちのバンパーで手を固定して位置を覚えておきます。で、このまんまですね、一回外側こっちは離してください。離して奥側だけロックナットの方だけこうやって動かしていきます。そうするとですね、タイロットが固定される部分があるんですよ。ここタイロットここで回らなくなるんですよ。角度がついて回らなくなるんで、そしたらこっちがちょっとここ位置を覚えるの大変なんですけど、ここで真ん中をちゃんとロックします。で、ロックした状態でボルトを締め込む。ここも締め込むのがですね、だいたい思いっきりやると後で外れなくなっちゃうんで、だいたい15度から2、30度ぐらいまでですかね、グッと締め込んだらここで OK です。そしたらまたこれを戻してください、中心に。ここ覚えてるの大変ですよね、でもこれが重要です。また中心に戻しました。まあ、1と1でいけばですね、もうちょっとここが1どこだか忘れちゃったっていう場合は、ここのタイロットの角度、これ今まっすぐじゃないですか、これ分かります？これ角度ついた状態、ここですね、これ水平取れてないですよね。このボルトに対して水平が取れてない、垂直が取れてないので、これを垂直に戻してあげる状態、ここが定位置です。ここが定位置なんで、そこだけ覚えておいてくれれば最悪大丈夫です。で、同じようにこちらがですね、タイヤ側も、はい、一度確認していきましょう。タイヤ側も同様に、手前から奥に向かって、ロックナットを締め込んでいきます。よいしょ、同じですね、ここは固定してください。で、ロックナットも、まあ、5度10度ぐらいこうちょっと締め込んだらですね、こちら側離しフリーにします。で、締め込む方向までグッて行くとタイロットエンドがこれで固定されるんで、そしたらまたここでこっちですね、真ん中のシャフトの方を握っていただいて、クッと15度、おっち、今これ舐めちゃいましたけど、15度から20度ぐらいまでクッと締め込んであげれば大丈夫です。で、最後に真ん中の工具を外して完了です。最後に、締め付けた後ですね、先ほどタイロットのロックナットとかですね、締め付けた後に最終的にもう一回確認をします。これはなぜかっていうと、先ほども言いましたけども、締める時に結構ズレが発生しやすいんですよね。で、慣れてないとどちらかが緩んだ状態でくるって回ってしまって、変なところでロックされてしまうと、そうするとまた、ズレる原因になってしまいますので、これをちゃんと最終的に確認してください。大丈夫そうですね。ちょっと長いストレッチ。大丈夫だと思います。はい、今回はこれで以上です、難易度的には少し難しいのかもしれませんね。中から上級編だとは思うんですけども、まあ我ぞとここぞというばかりにですね、自信が終わりの方はぜひ挑戦してみてください。注意なんですけども、これはあくまでもハンドルセンター合わせなんですよ。ステアリングのセンター合わせのための動画なので、これ実際にこれで当員が調整できるわけではありませんので、十分注意してください。あとですね、これも一応、足回りの調整になっておりますので、まあ、本来でいけば、整備士がやるようなお仕事なんですよ、厳密に言うと。ただこれはあくまでもこの作業をやって事故したからといって、メーカーを訴えたりとかしないでください。あくまでも自己責任でよろしくお願いいたします。まあ、怖い方はやらない方がいいかもしれないですね。まあ、自分一人で車庫帳交換してしまっている方もいらっしゃるぐらいですから、まあ、なんですかね、グレーゾーンですね、非常にグレーゾーン。まあ、自分でやって事故った場合は、もうどれもそうなんですけども、自己責任でよろしくお願いいたします。これはあくまでも私が斡旋しているわけでも推奨しているわけでもありませんので、十分ご理解のもとやっていただければ幸いです。この動画いいねと思ってくださった方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、あと各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。